どうも、マサダイです。この時を待ってました。アサシンクリードローグ、ちょうど2週間前ぐらいに、ユニティの方が出たんですけど、出す順番逆じゃねって思いました。今回のローグ、なんとですね、アメリカ3部作の完結編となっています。ということで、3と4とローグで、完結なんじゃないかなと思います。確かヘイザムとか出てくるんですよね。これ何より違うのが、アサシンを裏切るテンプル騎士団へ寝返るという話です。要はアサシンを殺していくんだよね。いや、なんかちょっとね、気が引けます。やっぱりね、アサシンが正義の味方だと思ってたので、ちょっとね、正義の味方を殺すのはね、ちょっとなーって思います。まあでもね、仕方ないです。裏切るしかないんです。裏の説明の部分でかっこいいことはあるんですよね。アサシンたちよ、その心情は本物か。かっこいいね。まあ、というわけで今回テンプル騎士団ということで、また別の角度で見れるんじゃないでしょうか。まあ3の時ね、最初ヘイザム使ってテンプル騎士として戦ってたから、まああんな感じですよね。まあ基本は変わってないと。ローグを買ったらですね、これが特典としてついてきました。中は多分なんだろうね、開けない基本開けたくないというわけで開けませんが、まあこれがついてきます。多分早いもん勝ちですね。18歳未満はできないんですけど、アサシンシリーズ面白いのでぜひやってみてください。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。